斉藤明堂は日本の男性写真家、エッセイスト、障害者プロレスラー。東京都出身。先天性の肝音性難聴を持って生まれる。小中学校は、老学校ではなく一般の学校に通っていたが、中学卒業後は、東京都立石寺老学校に進学。卒業後、2年間の社会人生活を経て、大阪の写真専門学校に入学するが中退。 2007年、障害者、プロレス団体、ドッグレックスに所属し、日の道のリングネームで、プロレスラーとして活動。2009年には、長らく無差別級世界王者の座を守ってきた、鶴園誠からその座を奪った。なお、2016年に、その鶴園に、判定負けし、再度王者の座を明け渡している。2009年に、キャノン写真新世紀で、飯沢光太郎より、 カ作賞を受賞。2010年にキャノン写真新世紀で佐内正史より優秀賞を受賞。2014年に日本写真協会新人賞を受賞。2019年に感動で木村伊平写真賞最終候補。俳優、久保田正隆の写真集やバンドミスターチルドレン、世界の終わり、クラムボン、森山直太郎といったアーティストなどの写真や、 TV などの撮影のほか、老舎である自身の体験を綴ったエッセイも発表している。妻の盛山山な美も斎藤と同じ苦労の写真家である。夫妻には虹がおり、聴覚障害を持っていないが手話を大一言語として育っている。2020年には斎藤が主演のドキュメンタリー映画、歌の始まりが、シアターイメージフォーラムなどで全国順次公開された。 日の道に関するカテゴリー、ありがとうございます。